インシステム戦闘モードを起動します。警告は無駄だったようだな。まったく。ここまでか。だがこれで終わったと思うなよ。異常発生。非常電源。システム異常中に一部ロックが解除。施設内全セキュリティに通告。第三区画で被験者が戦闘リグを奪い逃走中。直ちに現場に。繰り返す。第三区画で被験者が逃走中。直ちに現場に急行し、拘束せよ。聞こえてるんでしょ？早く助けに来て。助かった。自己紹介は後にして、
とに発電システムの回復を確認。全システム再起動。ぐずぐずしてられない、行きましょう。くれて感謝するわ。私はスミカ・ユーティライネ、救出の私はアンバークラウンでレイブンをやってるんだけど、依頼による調彼らについては新兵器開発を行ってるらしいという噂だけで、その実態は分からなかった。今回の調査でウェンズデー機関という組織名と人間の脳を直接機械に接続し、究極の強化人間を開発する研究をしてるらしいの。もちろんそんな実験をしたら被験者がただで済まないなんて、あんな組織をこのまま放っておくわけにはいかない。依頼があるからだけじゃなく、この計画一緒に戦ってほしいの。私には優秀なパートナーが必要なのよ。